猫族チャンネル。こんにちは、ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年2月6日と8日に西武鉄道新2000系2057編成の廃車リクソを撮影しました。撮影をしたのは計4日間のうちの2日、8両のうちの4両のみとなります。初日はモハ2157とクハ2057がリクソされました。クハ2057の通過時、後方の東北新幹線では新幹線用24等式レール作成車も通過しました。今回の陸走と関係はありませんが、どこかの機動自動自転車レールスターも陸走された2日目、モハ2257とモハ2158が陸走されました。こちらは違う編成となりますが、いつか解体現場で見た西武新2000系です。モハ2158はおそらく時間調整をしていたのだと思いますが、しばらくして出発しました。今回の西武鉄道新2000系の廃車陸走動画はいかがでしたか？それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。